今篠原審判講習会です。スタバです。と、あのおにぎりとバナナです。以上。はい、無事に1日が終わりました。朝から、審判講習会がありまして、午後から、ゲームという流れだったんですが、午後からゲームという流れだったんですが、キーパーに関して、言えば、昨日トレーニングしたことが、思ったより、出てたかなと思います。1回しかまだトレーニングできてないので、完成形というかですね、求めているプレーには、まだまだ、到達はできてないんですが、思ったより、思ったよりトライをしてくれましたので、良かったかなと思います。あとはしっかりこれをですね、継続してしながら、ちゃんと力に、本人たちの力になっていけばなと思いました。また、これからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。